ドミートリー・ポジャールスキーと、クジマミーニン。19世紀、ミハイル・スコッティによる絵画。ドミートリー・ミハイロビチ・ポジャールスキーは、1611年から1612年にかけて、ポーランド・リトアニア共和国の侵攻による、ロシア・ポーランド戦争において、ロシア軍を率い、ドーラン時代に幕を下ろした流陸長の公である。彼はその功績により、ミハイル一世から、 祖国の救世主というかつてない称号を授けられた。ポジャールスキーはスーズダリ近郊のスタロデューブな、クリアージメを領する貴族の家に生まれた。15世紀に代々の領地が大化にあったため、ポジャールスキーという仮名を名乗っていた。興味深いことに、彼の母マリアフヨードロブナポジャールスカヤは、彼のちょうど200年後に、ロシアを旧地から救ったミハイルク・トゥーゾフの母と同様に、 ベクレミシェフ家の出であった。彼の家系は、これといった業績もなく、ポジャールスキー自身についても、ボリス・ゴドノフを選出した1598年のゼムスキー・ソボルに参加する以前の経歴は、記録に残っていない。彼は4年後にストルニクになったことが分かっている。ゴドノフが1605年4月に休止した後の混乱の中で、1608年のコロムナ防衛戦に、 参加し、1609年のモスクワ包囲ではバシーリー4世を救出している。その後ボロトニコフのコサックをペコルカ側に送っている。1610年には、ニセドミトリー2世の軍勢に対抗して、ザライスク防衛戦で指揮を取った。ボリス・ゴルノフの知性において、彼はロシアのエリートの間でかなりの影響力を持ち、王座に近い人物となっていた。 ポジャールスキーとモスクワから派遣された代表団、ウィルヘルム・コタル・ビンスキーによる会が、当時、ロシアに侵攻したポーランドからの迫害に対する大衆の怒りが高まっていた。プロコピー・リアブノフがリャザンで第一義勇軍を結成すると、ポジャールスキーは直ちに参加した。彼は最初のモスクワ放棄で重要な役割を果たしたが、1611年3月19日に、 ルビアンカ広場にあった自宅を守る際に負傷し、回復のためイタリ生三者製セ,セルギー大修道院に運び込まれた。1611年秋、スーズダリ近郊のプルツキーに相続した領地で療養していたポジャールスキーをハンガリー施設団が訪ね、ニジニノブゴロドに集結した第二義勇軍の指揮を取るよう求めた。彼はニジニノブゴロドの商人の代表であったクジマミーニンの 援助を受けることに同意した。義勇軍の目的は明らかに、ポーランド軍をモスクワから放築することであったが、ポジャールスキーとその文献隊はまず、ヤロスラブリに向かって進軍した。そこで、半年の間、拙速な行動を起こすのをためらっていた。敬験な正教徒であったポジャールスキーは、モスクワに向かう前に、ロシアで最も神聖なイコンの一つ、 火山の生新女の前で熱心に祈った。それ以降も新軍は父としたもので、ロストフで宗教的な儀式を行い、スーズダリの先祖の墓に詣るなどかなりの時間をかけていた。イタリ生産者製セ,セルギー大修道院に到着するのに数ヶ月かかったので、早く進軍するよう督促されるほどだった。ポーランド兵の降伏、ボリス・チョリコフによる版が、 1612年8月18日、ヤンカロルホトキエビチ率いるクレムリン守備隊のバリケードに補給物資が届いたのと時を同じくして義勇軍がモスクワからゴベルスタのところに陣を張った。その翌日にはポジャールスキーはモスクワのアルバート通り門に迫り、さらに2日後にはホトキエビチの部隊と遭遇して4日にわたって戦った。ポジャールスキーの副官。 ドミートリー・トルベツコイの多大な働きにより、クレム人に立てこもるポーランド軍の1、4が、捕虜となった。その結果ポーランド軍は、飢餓状態に陥り、10月には安全と人道的処遇を条件にポジャールスキー及び、トルベツコイに降伏するに至った。しかし、クレムリンを出たポーランド軍の大半は虐殺され、捕虜として生き残ったのはごくわずかな人数であった。 ポジャールスキーとトルベツコイは、新しいツアーリが、ゼムスキー、ソボルによって選任されるまで、モスクワ公国を統治した。ポジャールスキーは大貴族に除され、トルベツコイは、高い評価を受けた。動乱時代は終わったものの、小規模な反乱はその後もしばらく続いた。ポジャールスキーは1615年に、リソフチチと戦い、3年後には、ブワディスワフ4世に敗れたが、 保守的な文知性の前では、こういった戦いで最善の指揮を取ることができなかった。彼は1628年から1630年にかけてノブゴロドを統治し、1637年には予期されるクリミアタタールの襲来に対してモスクワの防備を強化した。ポジャールスキーは、最後には不運なスモレンスク戦争において、副次的な役割に甘んじざるを得なかった。 平和が回復すると、ポジャーアルスキーは、モスクワ公国において様々な栄典を授けられた。その他の地位としては1619年に、輸送のプリカス、1621から1628年に、警察のプリカス、1637年と1640から1642年に、モスクワ判事のプリカスに任じられた。彼は1617年に、英国大使と、 1635年には、ポーランド大使と交渉するために、ツァーリに召喚された。彼の功績に対して、モスクワ周辺に広大な土地を与えられたが、彼は、ロシアの大きな国難の時期において、リトアニアとポーランドに対して収めた勝利を記念するため、それらの土地に、いくつかの教会を寄進した。そういった法業作りの教会の一つがメドベドコボの郊外に残っている。 その他、モスクワの火山大聖堂は赤の広場の北東にあるが、これは1612年にモスクワ公国を救う戦いでポジャールスキーの軍勢が進軍してきた方角を示している。ポジャールスキー家は1672年に当時最も有名なロシアの指揮官であったユーリー・ドルゴルーコフと結婚していた彼の孫娘が亡くなると共に耐えてしまった。しかし、 彼の記憶はその王冠の大部分を彼の豪遊と能力に追っていたロマノフ朝によって手厚い保護を受けた。ナポレオン戦争で愛国心が高揚していた時期には赤の広場にミーニーとポジャールスキーを検証するブロンズの記念碑が建てられた。u e f a ユーロ2012のロシア、ポーランド戦ではロシアサポーターがポジャールスキーの画像でこれがロシアだと書いた巨大な横断幕を掲げた。 RU アイコン RU アイコン、ありがとうございます。